ボートレース下関は第11レース2つ目の準優勝戦の開始です。スタート展示ではオールスローの枠なりでした。さあ本番も5号艇藤井のコース取り警戒してか、4号艇奥平早めにホーム側に船を向けて、その内も 1,2,3 と定番通り、人気1号艇小野優作1コース今日前半勝って3連勝と最高のリズムでこの準優勝戦迎えています。地元から優勝目指す2号艇江本慎二2コースに3号艇清水浩二3コース4コースもスローで4号艇奥平拓也、5コースもスローとなるか5号艇藤井徹、そして6コースもスローか6号艇安田雅彦ということで、本番も枠なりのオールスローという形で落ち着いております。今もスリット付近は追い風、そして時折やはり強めに旗がなびいているという状況です。ボートレース下関のアフターファイブレース2つ目の準優勝戦第11レース本番も枠なりオールスローでインコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしてきました。1コース人気の1号艇の若干スリット劣勢ですが、さあなんとか先に回る体勢は築くか。3号艇清水まかりに刺して2号艇元、後から4番5番6番相次いで旋回ですが、1号艇小野スリット厳しいながら逃げに持ち込むか。しかし4号艇奥平の差しが届いてくる。あとは2号艇江本もあまり差がなく切り返していく。2号艇江本スタートは前提正常でした。4号艇奥平差しから主導権取るか。そして1号艇小野が懐を狙うというトップ争いですが、1号艇小野捕まえたが、4号艇奥平に対してどうやら船を入れています。3番手は2号艇の江本が一定進半から優勢で5番6番3番追いかけてレースは2周1マークへ向かいます。1号艇小野がトップで2番手、2号艇江本がやってきますが、4号艇奥平がかわして2番手キープ。3番手は2号艇江本です。トップ1号艇の小野が2停身くらいのリード、2番手4号艇奥平、3番手は2号艇江本に対して詰め寄るのは5号艇藤井、後続は6番3番2周2マークです。1号艇小野トップで2周2マーク、2番手4号艇奥平、3番手は2号艇江本が抑えて回ってキープ。やや膨れてはいますが迫ることはできずにという5号艇藤井が4番手で、レースは最終周回現状142で最終1マークへ向かいます。1号艇の小野がトップで最終1マーク、2番手4号艇奥平、3番手は2号艇の江本がキープで、最後の向こう上面ではほぼ体勢固まったかという形での142、2連単14 6.3倍、3連単142 17.5 倍を示しております。1号艇小野優作トップで最終ターンマーク旋回、2番手4号艇奥平拓也、3番手2号艇江本を信じで142第11レース準優勝戦、1着1番小野ゴールイン、2着4番奥平ゴールイン、3着2番江本ゴールイン、あとは5番6番3番の順でゴールイン。